僕です。私、オルカ市役所の斉藤と言います。医療費の払い戻し期限が明日までとなっております。犯人にレッドカード。市役所、警察、家族がお金の話を電話でしてきたら詐欺を疑いましょう。オルカ銀行の児玉と言います。新しいカードをお届けするまで、この古いカードは封筒に入れて絶対誰にも渡さないで保管してください。ここに印鑑を押してください。レッドカード。わー、警察官や銀行員が家に来てキャッシュカードを預かるとか暗証番号を聞いてくるのは詐欺。おばあちゃん、今すぐ200万円が必要なの。お客様、有料サイトの滞納金で明日裁判になります。あなたのカードが何者かに利用されています。お金の話は詐欺。全員レッドカード。うわー、電話で詐欺、騙されないで。オルカ鴨川 FC 背番号5番大間由紀でした。17番渕上ののかでした。9番斉藤彩香でした。18番児玉きららでした。